柴崎さんももうね、はい、残り少ないということですね、はい、今の気持ちいかがですか。そうですね、でも毎年 AKB48 は大賞を狙ってこのステージに立たせていただいているので、はい、今日は、大賞をいただけるようなそんなステージにできるように、精一杯力を尽くしたいと思います。わかりました。それでは歌の準備をお願いします。よろしくお願いします。さてこの曲は朝のドラマ